結局2泊3日ホテル代も行き帰りの交通費も含めてあれだけいろいろ食べて夜市もあれだけ堪能したのに3500元1万4000円ぐらいしか使ってないよ。いやすごいね。やっぱ台湾南部はまだまだ安いね。すごいね。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですねゾロの台湾グルメ動画400本達成記念ということで台湾旅行初心者でも安心台北発2泊3日で行く台湾南部の都市高雄グルメ旅に行きたいと思います。はい、まずここがね台北メインステーションのね台北大ホールですね。で南部の都市高雄に行く方法は2種類あってガオティエハイスピードレールね、新幹線ですね、台湾の新幹線で行く方法か長距離バスね、この2種類の方法があるんでね、まずね新幹線の方のね値段を見に行ってみましょうか。はい、ここがねガオティエ台湾の新幹線のねインフォメーションセンターですね。今ねおったメインの大ホールがそこなんですよ。台北のメインのね大ホールがそこで、すぐ隣にねこうやってあるんでね、でここにねベンディングマシン、券売機ですねあるんでね、ちょっとねじゃあ券売機でね値段見てみましょうかね。これタッチスクリーンになってるわ。はい、ここにねほらイングリッシュとかあるんでね、ノンリザーブドシートね、予約してないからワンウェイ片道ね。これデパーチャーステーションやから台北から発でアライバルやからガオションがないよ。ガオションないよね。ガオションないよね。なんでなんで。あ、ガオション行くとき多分ここなんや。ここで降りてそっから多分 MRT かなんかで行くんかもしれないね。うん、これ大人1枚でなんぼなんやろ。1445元やって4420、まあまあ6000円ぐらいで2時間ぐらいでね着くと思うんでね。I want to go to Kaohsiung. How much does it cost? No reserve, just one way, one person. 1445. And how long does it take for? One hour and a half. And the price is 1445. Ah, okay, okay, okay. Okay, very fast. Thank you.すごいすごい、片道1445元で、1時間半で着くって言ってたわ。めっちゃ早いね。じゃあ次はねバスのチケットを、ちょっと長距離バスのチケット見に行ってみましょうか。はい、ここがね長距離バスのねチケット売り場ですね。ジンチャンって言ってね、旧スクエアって言うんですけども、台北メインステーションのすぐ横にね併設されてるんでね、ここでね行き先がねほら台南とか台中とかねあるんで、これのねガオション高尾、はい、あったあった、ここやね、ここやね、ガオションね高尾535元やから値段的には約3分の1やね。時間がどれぐらいかかるのかな。じゃあこのねグオゴン国光バスやね、有名なんでね、ここでちょっと聞いてみようか。いや、I want to go to ガオション。 How long? 5 hours。 5時間やって、今買います。ちょっと僕お金ないんでね、安い方で行きますわ。8時20分か。そうか、コーヒー買う時間ないかな。セカンドフロア、はい、216、はい、2階の216番で乗れと。はい、はい、はい、入ってくれた、優しい。あれ、お釣りありがとう先生。先生今何時でしょうか。はい、今ねこれチケット買ったんでね、はい、でこれねここチケット売り場でしょ、これくるっと回ってここにエスカレーターあるじゃないですか、これでね2階に上がるんですよ。そしたらねバス乗り場になってるんで、3階も4階も5階も6階ぐらいまであるんじゃない、バス乗り場になってるんでね、すごい簡単なんでね、だいたいここからね台湾全土どこにでも行けんじゃない。東の方はファーリエンとかあの辺はちょっと台東とかあの辺はバス出てないんやけど、それ以外のとこはだいたいここからバス出てると思う。でこれ乗り口が216なんで、ここねほらバス乗り場になってるでしょ、こんな感じでね、ほらここやわ、ここね216、はい、でもうあとね5、6分ぐらいで出発するんでね、なんかねそこにコンビニあるんですよ。コンビニあれ ないかないな、なんか下に降りてなんかちょっと買ってくるわ。台湾のね長距離バスはねこんな感じですね、3列シートでね結構ゆったりしてる。
僕の席はね、26番ここです。電気消えちゃった。これね、サンドイッチとね、ラテ買ってきた。台湾の街並みです。新幹線が1500元ぐらいで1時間半でね着くんで、お金がある方とかね、時間が節約したい方は新幹線がいいんじゃないですかね。で、僕みたいにね、お金はないけど時間はあるっていう人は、まあ、5時間かかるけど500元やっぱ2000円で行けるんでね、はい、バスがいいと思います。はい、じゃあね、下のモスバーガーでねラテ買ってきたんで飲みます。ラテ、あとね、これね、とんかつサンドイッチ買ってきた。あとね、ここにほら USB ケーブルさせるところもあるんで、ここね、 iPhone とかのね充電もできますね。今ね、ちょっと途中休憩ですね。台中かな、ここはね、台中に着きましたね。途中休憩です。10分か15分ぐらいね休憩やと思うんで、ちょっとトイレ行って、あとね、さっきサンドイッチだけじゃ足りなかったから何か買いたいな。すごい、ほら一覧あるよ。一覧見て、めっちゃ並んでるわ。ほら、平日やのに一覧ある。一覧やで、こんなとこに一覧あるんや。すごい、めっちゃ並んでる。ちょっとセブンイレブンでさ、なんかおにぎりかなんか買うわ。びっくりしたな、びっくりしたよ、一覧があったな。ちょっとね、この鮭のおにぎりとこの卵サンド買うわ。とまたちょっとこのコーヒーまた買う。親を対通、支払いはヨーヨーカード。シェシェ。じゃあね、あと2時間半ぐらいかな。頑張りましょう。遠いな、新幹線で行けばよかった。いい天気、台中いい天気、暖かい。12月の29日ですけど暖かい。じゃああと2時間半ね、頑張りましょう。サンタクロース。シェシェ、ね、着きました。ガオション着きました。めっちゃいい天気やわ、見て、雲一つない、超いい天気。そして暑いよ、これ半袖でもいけるぐらいなんやけど。何ここ、どこ。まあ高尾、高尾やね、ガオションやね。なんかすごい工事してるけど、あれが駅かな。じゃあとりあえずね、あのホテルにね、まずチェックインしに行きたいと思います。多分ほら見て、そこにね、高尾の古い駅があるやん。でその隣にさ、でっかいビルあるやん。これ多分駅をさ、新しく建て替えてるんやわ。いや、それにしても全然ちゃうよね、すごいね。川がね、汚いしすごい臭いわ失礼やけどすごい臭い。ガオションの UFO キャッチャーもアリエールがあります。すごいわ、ガオションの UFO キャッチャーの方が進んでるわ。アリエールのさ、この何、箱じゃなくてボトルタイプまであるで。これ UFO キャッチャー絶対取られへんやろこれ。庶民の美食、ルーローファン。うん、確かに。今日ね、僕が予約したホテルは多分高尾で一番安いんじゃないかな。個室のダブルベッドで、ドミトリーとかじゃなくて個室のダブルベッドでは一番安いホテルやと思います。多分ね、この辺やと思うねんな。ナンバー888っていうホテルね。もしかしたらホテルというか Airbnb っぽいんかもしれないね、分からんけど。下に着いたら連絡してみたいな言われたから、ホテルというか Airbnb みたいな感じかもな、分からん。どれやろ、これかな。トラベラーステーションって書いててるからこれかもしれないね。住所ここかな、合ってるかな。あ、ここやわ、ほらね、booking.com ここやね。じゃあ連絡して待ちます。今ね、オーナーさんがね、下に降りてくるってメッセージがありましたね。2泊で1480元、まあ1500元、まあだから2泊で6000円やから1泊3000円ぐらいかな。どんな部屋かな、楽しみやね。今ね、オーナーさんが来ましたね。なんか違うところに案内されております。場所が離れてるんやね、これね。まあ一番安いとはいえ1泊3000円するから、まあそこそこなとこやと思うけどね。台湾で3000円で、しかも高尾でって言ったらね、台北で3000円って言ったらなんかすごいボロボロなとことか案内されそうやけど、あのドミトリーとかじゃなくて個室やからね、どうやろうね。すごいな、生活感あふれる路地に入ってきましたね。まあ今日はいい天気や、ほんま雲一つない。おお、ここ入るんや、すごいね。どこに行くんやろ、一体どこに行くんでしょうか。脇道を、寄り道やっただけかな。大通りに出た、こっからここを渡るんやね。車もバイクもビュンビュン通ってるんで気をつけて渡らないと。ここかな、ここや。すごいなんかいかがわしい感じのビルやな。キャバクラっぽいというか、なんかいいカメラの撮影スポットがあるって言ってね、オーナーさんが教えてくれたよ、このマンションの。わあ、すごいすごいすごい、わあこれは綺麗わ、シェ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 、すごいよ、本当や。わ、これめっちゃ怖いんやけど。
ここ12階、13階や。うわ、綺麗やわ。すごい。シェイシェイ、ありがとうございます。シェイシェイに。すごい。あ、ここ？あ、ここなんや。ここが、この真下が、リョハイエス654になるらしい。そうなんや、知らんかった。うわー、綺麗やわ。すごい。シェイシェイ、シェイシェイ。すごいな、やっぱフレンドリーやな、優しい。はい、今ね、無事にね、チェックインいたしました。お部屋はね、こんな感じです。これがね、1泊3000元のね、ダブルベッドの個室の最安値やったかな、高尾でね、マンションのね、12階でしたね。まあ割と悪くないんじゃない。悪くないんじゃない。ここにね、トイレと洗濯機もついてるね。使うことないやろうけど。あ、シャワー、これ立ちちゃう。うわ、ボロいな。シャワーボロいな。まあこんな感じ。わーい。ね、ボロいな。シャワーボロいな。はい、じゃあね、チェックインも済んだんでね、早速ね、このチャンネル、グルメチャンネルなんでね、台湾グルメチャンネルなんでね、一発目ね、ルーローファンを食べに行きたいと思います。やっぱりね、台湾といえばルーローファンなんでね、高尾のルーローファンはどんな感じかな、一番有名なね、ルーローファン屋さん調べてあるんでね、今から行きたいと思います。はい、なんとね、半袖です。ほら、半袖です。すごいよ、今日12月29日やのにね、半袖やで。気温さっき見たらね、25度やったわ。すごいね、台北と高雄ってこんなに気温違うんやね。なんか違う国に来たみたい。高雄の街並みです。じゃあね、これから今からね、歩いてね、高雄で一番有名なね、ルーローファンを食べに行きたいと思います。ガオションはさ、まだほらこういう段差があるよね。台北はね、もう段差ないんやけど、高雄はほら、この歩いてたらね、こういう段差がある、車椅子の人とかにはね、優しくないよね。カオションってさ、道路でかくない？なんか台北と比べてすごい道路がでかい、広い気がするね。見て、そこすごいね、台北101みたいにすごい立派な高いビルがあるね、細長い。うわ、この辺もなんかすごいね、年季入ったなんか市場みたいになってるね。うわ、これはすごいよ、これはすごいよね。はい、着きました。まさかのね、休みでしたわ今日。マジか、 Google マップ営業中って書いてたのに。ほらね、ほら、ここ12月29日休暇やって、今日やもん、今日12月29やもん。うわー、残念やな。ほら見て、これちょっと高いけどね、ルーローファン55元やって、なんでか知らんけどちょっと高いね。ああ、休みや。ほら、マジか。そうか、じゃあね、もう仕方がないんで、次ね、この近くにもう一軒ね、2番目に有名なルーローファン屋さんがあるんで、そこに行きたいと思います。これもう空いてて、もう頼むから空いてて。もうめっちゃ一生懸命さ、早足で歩いてきたのに、もうマジで残念やわ。まあしゃあないよね。でもね、明日リベンジしよう。あの2泊3日やから、明日は空いてると思うから。やっぱせっかく高雄まで来たからね、一番有名なね、台湾人のソウルフードのね、台湾といえばルーローファン、やっぱ食べないとダメなんでね、明日リベンジしよう。で、今からはね、あの2番目に有名なね、ルーローファン屋さんにね、行きたいと思います。あー、佐野史郎に似てるんやけど、あのガチンコラーメン堂のさ、佐野さんに似てるんやけど、ちょっとイケメンみたいな感じでやってるけど、佐野さんやもん、完全に。あ、着いた。これやこれやこれや、前筋肉層ファン、チェンジンローザオファンかな。はい、ここやね。ここがね、高尾ガオションでね、2番目に有名なね、ルーローファンのお店、ここ。よかった、空いてたわ。はい、着きました。ここですね。ここがね、高尾でね、2番目に有名なね、ルーローファンのお店みたいですね。おー、すごいな、年季入ってるな。見て、シンス1959年って書いてるわ。僕生まれてないわ。ほら、お兄さんがね、めっちゃ洗ってる器を。すごいね、器山積みになってるね。こんだけやっぱ売れたんやろね。よっしゃ、じゃあね、早速ね、行きたいと思います。高尾グルメ旅、一発目のご飯ですね。楽しみやな。ここにね、メニューがあります。店内はね、ガレージタイプやね、扉がなくてこじんまりしてるね。じゃあね、ここに座らせてもらいましょうか。メニューはね、こんな感じです。はい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 。このね、肉層ファンって書いてローザオファンって言うんですけども、これがルーローファンのことなんですよね。読み方が違うんですよ。台北北の方とかではルーローファン、南の台南とかガオションとか高雄の方ではローザオファンっていう言い方が違うだけなんですよ。はい、これ見て、ほら、シャンツァイ、あのシャンツァイっていうのはパクチーのことなんですけど、あの選べるようになってるわ。これ珍しいね。でね、まずここにね、8番って書いてるんで、ここね、ネイヨ店内飲食ね、8番。はい、
で、このワイタイっていうのがお持ち帰りっていう意味です。はい、じゃあこのローザオファンをまずね、これ一つもらいます。で、このルーローファンを注文したら、これ煮卵ね、これルーダンっていうんですけども、これです、ルーダン。これ煮卵も絶対注文しないとダメなんでね。はい、超えていきましょう。ここはあの目玉焼きもあるね。めっちゃ安いな、ゴンワンタン肉団子のスープ20元やって。でもね、今日夜ね、夜市にね行くんでね。あとこの湯豆腐だけもらおうかな。うん、大好きな厚揚げね。じゃあこれでいきましょうか。ねえよ、うん、でここでね、台湾は、セルフサービスなんで、これ自分で取ります。はい、すごいよ、わさびがある、珍しいね。これはラージャンやな、辛いやつね。はい、じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。お腹すいた、楽しみ。はい、というわけでね、台湾旅行初心者でも安心ということでね、台北駅からね、ここまで分かりやすくね、できるだけ動画撮ってきたんですけども、まずね、高雄グルメ旅一発目のね、食事ですね。高雄で、まあ2番目に多分有名なね、ルーローファンのね、食堂にやってきました。はい。で、これが名物のね、ルーローファン。まああの、ローザオファンって言うんですけども、ここは完全にね、脂身トロトロタイプやね。ちっちゃい角煮みたいなタイプやね。で、煮卵ね、注文しました。あの、ルーローファンと煮卵は絶対一緒に食べないとダメなんで。あと大好きなね、洋豆腐、厚揚げ注文しました。はい。じゃあね、早速食べていきましょうか。まずね、このね、ルーローファン、ローザオファンからいきましょうか。どうかな、どうかな。これ結構ほらね、脂身トロトロタイプなんやけど、ほら、皮がついてるでしょ。結構ね、皮が臭いお店も多いからね、どうかな。癖があったら嫌やけど。じゃあ、いただきます。美味しい。あの、結構皮ついてるけど、全然皮の臭みもないし、あの、八角とかウーシャンファンとかね、中華系スパイスのね、癖も全然ないわ。ただなんかちょっと、後味がね、お菓子っぽいというか、なんか駄菓子の味みたいなね、なんやろ、うまい棒サラミ味的なね、うん、なんかそんなするけど、なんやろね、わかんない。台北でね、こういうルーローファンどっかで食べたことあるんやけど、どこやったかちょっと思い出せないわ、もういろいろ食べすぎてね。いやでも美味しい。あの、シャンタイ、パクチー好きな人はパクチー乗っけてもいいやろしね。よし、じゃあね、煮卵と一緒に食べましょうか。ルーローファンと煮卵はこれもう絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ、ルールなんですよ。僕が生まれるはるか昔からね。いただきます。うん、微妙。これね、卵がね、めっちゃ硬い外側が。多分これ、めっちゃ外に出てて、もう空気に触れすぎて、カチカチになってるわ。これはちょっと残念ですな。じゃあこれね、厚揚げ、洋豆腐。わ、これ持っただけですごい柔らかいのがわかるね。どうかな？いただきます。うん、洋豆腐美味しいわ。思ったよりでも小ぶりやね。10元やから豆腐の味が結構強い。まあまあ、でもまあ普通って感じやね。うん、じゃあね、ルーローファンにはね、フージャオ、胡椒ですね。はい、じゃあね、胡椒ルーローファン。うん、
美味しい美味しい。本当にね、昔ながらのなんかオーソドックスなね、ルーローファンって感じやと思う。まあ1959年からやってるからね。じゃあね、ちょっとゆっくり食べてね、食べ終わったらちょっと一回ホテル戻って、僕ちょっと昼寝してね、夜はねちょっと人と待ち合わせしてるんでね、はい、高尾といえばあの子っていうことね、はい、待ち合わせしてるんで、じゃあねゆっくり食べていきます。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録2万人ぜひね皆さん応援よろしくお願いします。次回予告、高尾市の私が夜市大嫌いな日本人ゾロタソウを高尾の夜市を紹介します。お楽しみに。